皆さんこんにちは。中日ドラゴンズ2023年シーズン期待の若手であり、シュアな打撃でファンを魅了するリューク選手、高校通算30本塁打、50m6.0秒、打率は4-0を超えるミート率の高さで、走、攻、守、三拍子揃ったプロ3年目の期待の選手です。2023年シーズンショートのレギュラー候補筆頭として春季キャンプに臨んでいます。そんなリューク選手ですが、キャンプ真っ只中の練習中、悔し涙を流したとのことでした。一体なぜ彼が涙をこぼす事態になってしまったのか、今回は悔し涙の真相、新たな二遊間への期待についてご紹介していきたいと思います。リューク選手は滋賀県の強豪校で甲子園出場常連の近江高校に進学すると、1年次からショートのレギュラーとして甲子園に出場し、ベスト8に進出する活躍を見せ、2年次にも夏の甲子園大会に出場する神奈川代表東海大相模高校に敗れ1回戦敗退となりました。3年次は新型コロナウイルス感染拡大防止の影響で大会自体が中止となり、3年連続出場とはなりませんでした。そして2020年に行われた秋のドラフト会議にて中日ドラゴンズから3位指名を受け、契約金4,500万円、年俸600万円で合意し入団に至りました。1年目となる2021年シーズンは9試合のみの出場となりましたが、プロ初ヒットを記録し5打数2安打打率4割をマークしました。2022年シーズン開幕直後は1軍と2軍を行き来しますが、7月に入りショートのレギュラーであった京田陽太選手の不調で再び1軍に上がると、そこからスタメンでの出番が多くなり、最終的に62試合に出場し打率2割4分8厘を記録しました。またこの年ショートとしてチーム最多の59試合に出場しました。そして昨シーズンは後半戦からショートのレギュラーとして出場が増えましたが、2023年シーズンは二遊間のレギュラー争いが熾烈になっています。2022年10月20日に行われたドラフト会議で明治大学から2位指名で村松海斗選手、亜細亜大学から6位指名で田中幹也選手、二遊間が本職の選手をそれぞれ獲得しました。リューク選手はキャンプ前に2023年シーズンに向け目標を語り、今年は勝負の年になるのでやってやるぞという気持ちが今は強いですね。新人の方がたくさん野手で入ってきましたけど、そこになんとか負けないように強い気持ちで頑張りたいとコメントし、続けてショートで全試合出場が目標、偉大な名手の記録を超えドラゴンズ最強のショートに躍り出た、球団では2006年にフルイニング出場した井端さんが全146試合にショートで先発出場し、トータルの守備成績は4失策で守備率994、自分は62試合に出場して5失策だった、試合が増えれば多くなっていたと思います。二遊間の失策は失点にもつながりますし、気をつけないといけないですと語っており、守備は10割を目指せるので目標にしたいと、守備に関しては去年以上に強化を図りたいとコメントしました。そしてキャンプ前の自主トレでリューク選手は広島東洋カープのセカンドとして何度もゴールデングラブ賞を獲得している菊池涼介選手の自主トレに同行し、守備面を重点的に鍛えキャンプに臨みました。キャンプ序盤はライバルの田中選手や村松選手らと共に汗を流し、華麗なグラブさばきを見せるなど自主トレの効果が発揮されていると思われましたが、このキャンプ期間中に行われた練習試合で許されがたいエラーを立て続けにしてしまいました。1つ目が2月11日に行われた韓国サムスンライオンズとの練習試合、なんてことないショートゴロをさばいたものの送球が高くなりファーストが後逸、ランナーを1塁に出し、これがきっかけで失点へとつながってしまいました。そして2つ目が2月14日に行われた千葉ロッテマリーンズとの練習試合で、リューク選手はショートで出場していました。7回表ロッテ菅野選手が放った何でもないショートゴロをエラーしランナーを出してしまいます。このエラーがきっかけで1点を失うこととなってしまいました。その後サブグラウンドで1人ノックを受けていたリューク選手ですが、これらのエラーを悔やみ
涙したといいます。この姿を見ていた野球解説者の小松達夫氏は、本人もやばいなと思ってるんじゃないですか。危機感がある方が良いと思いますよ。悔しさがあるってことは良いじゃないですか。良い競争感が生まれている、良い涙じゃないですか、とコメントし、二遊間争いに対するリューク選手の気持ちに絶賛していました。立浪監督は、リュークは良い意味で遠慮がない、何度も怒ったことありますけど、少々のことじゃへこたれませんし、まだまだ油断させてはいけない選手ですね、と期待しているからこその叱咤激励なのでしょう。また球界のレジェンドで立浪監督の高校の先輩にあたる清原和博氏が中日キャンプに訪れた際、口にしたのがリューク選手の名前でした。キャンプ前に食事をしたところ、僕試合で緊張したことないんですと言っていたといいます。このリューク選手の度胸に対し清原氏は、これから怖さを知るんやろうなと思いましたけど、強打をトレードに出してまで立浪監督が期待しているので注目したいと話しました。そして昨シーズンまではショートに強打陽太選手という不動のレギュラーがいましたが、2022年の冬、強打選手は横浜 DeNA ベイスターズ、トレードで同シーズンで二遊間のレギュラーを放出するという形となった中日ですが、キャンプ中の現段階ではドラフト6位ルーキー田中美希也選手がショートの最有力候補となっています。大学3年の夏、国指定の難病潰瘍性大腸炎で大腸を全摘出し、そのスピードと守備力はドラフト上位候補の前評判もありながら、他球団が指名を見送ったのは、そうした大病の経緯を懸念したことが大きな要因でもありました。しかし昨年のドラフト会議前に立浪監督は神宮球場へ自ら視察に出向き、田中選手の守備力に高い評価を下したところ、中日は田中選手の指名に乗り出しました。立浪監督はキャンプ中の田中選手を見て、守備はプロの中に入っても見劣りしないレベルですね、予想通りにここまで来ています、小さいし目につきますね、まだまだもっと上手くなりますよと語っており、センターラインを重要視している指揮官はレギュラー最有力視していることでしょう。また現段階では一歩後退している印象がありますね。ドラフト2位ルーキーの村松海人選手やプロ10年目の溝脇隼人選手などレギュラー候補がたくさんいて、熾烈なショート争いですが、2023年の開幕戦、どの選手がショートを守っているのか注目が集まります。今回はリューク選手が涙した真相、新たな二遊間への期待についてご紹介してきました。昨シーズンまでひたすら追いかける立場だったリューク選手、シーズン後半にレギュラーをつかんだもの、今年は急に追いかけられる立場となりキャンプに臨んでいます。またこれまでショートセカンドのレギュラーであった強打選手阿部選手をトレードで放出したのも、立浪監督をはじめとする首脳陣がリューク選手に期待していることの表れなのかもしれません。熾烈な二遊間争いですが、ショートというポジションを自らの力で確立し、2023年シーズンからの大活躍に期待したいところです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。